はい、どうもおかみさんです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、ということで、14日目の今1時を過ぎた、1時半になるところか、なんですけど、夜中のね、今ね、実はこれ荒地に来てます。荒地のジェンさんとかね、はい、ちょっとライブの時に若干話をしましたけど、次のフェラルフォード荒地でしようかなみたいなね、話をしてたと思うんですけど、荒地に来ております。はい、ここね、ここです。じゃんここにジェンさんが、トレーダージェンがここにいるんですけど、まあ、どこかというと、元々の拠点がですね、ここですね。元々の拠点ここです。ここのトレーダージェンさんのところで、ティア5まで上げ終わってるとこなんですけど、ずーっとこう来て、あ、これこっちか。ずーっと来て、ここですね。ここの荒地の町にトレーダージェンがいるので、今ここにいます。はい。で、ここでフェラルフォードしようかなと思って、今ね、迎撃拠点を作ってたんですけど、あのね、すごいね、なんかね、アップデートしたらさ、難易度が爆上がりというか、難易度めちゃめちゃ上がってさ、なんか今まで別に荒地のね、夜、荒地うろうろしてても平気だったんだけど、全然平気じゃなくなりましたね、なんかね。すごい量の敵が来ます。めちゃめちゃ敵が来る。うん。でね、弾がね、何個あっても足りないです。一旦弾取りに行ったぐらいで、今いっぱい持ってきたんだけど、まあ、もうちょっと自宅に戻ればもうちょっとあるんですけど、これね、1000発ぐらい一晩で使い切っちゃいますね、なんかね、普通にすんごい量の敵来ます。はい。ということで、ここに住むのはね、なかなか容易じゃないなと思ったので、まあ、仮拠点でね、トレーダーに居座ってもいいかと思ったんですけど、ちょっとがっつりね、がっつり拠点作ろうかなと、思います。はい。がっつりというか、ちゃんとしたね、ちゃんとしたところをね、ちょっと構えようかなと、思いまして、幸いですね、これ見てください。隣に消防署があるんですよね。消防署。隣に消防署があるんで、消防署ちょっと抑えようかな。ここ制圧して、消防署に住もうかなと思いますね。昔、この建物は住んでたことがあるんですけど、その頃とだいぶ様子が変わってるんですよね、実は。これね、ステーション9。若干面影は残ってるんですけど、だいぶ変わって、あの三角のね、屋根とか若干面影は残ってるんですけど、なんかだいぶ変わってるよね、ということで、ちょっとここ制圧して、ここに住みましょう。ここ空いてるんだ。はい、こんにちは。夜なんで、やっぱ音を立てるとね、敵集まってくるみたいよ。あ、こういう感じなんだ。ああ、走りだ。音立てるとね、敵集まってくるっぽい、なんか。ノラのやつもね。で、貞子的なやつがね、特にいるわけじゃないんだけど、爆発するよ、お前、そんな殴ったら。いるわけじゃないんですけど、なぜすごい量の敵が来るのは間違いない。なかなか強烈でしたね。で、でかいさ、でかいメカがいるじゃないですか、ロボットね。あいつらもめっちゃ来るし、で、こいつ強いんだよね、このプレデターみたいなやつ。強い敵もね、まあまあ出てきますね。ちょっと、消防車を壊さないでくれますか。どこ行った、あいつ。あ、いた、いた、壊すな、おい。ほら。壊れちゃうじゃん、車が。爆発したらどうすんだ。まだとことかって、これか。こいつか。で、なんかね、ロボットよく喋るようになりましたね。喋るというか、音をね、ロボット結構音出すようになりましたね。今までめちゃめちゃ静かだったんだけど、まあ、それでもね、やっぱゾンビみたいに、ギャーギャー言いながら来るわけじゃないんで、なんていうのかな。ほぼほぼ野戦なんですよ。フェラルフォード野戦してるみたいな感覚なんですよ。夜外にいたら、荒地のね、外うろうろしてると本当にね、フェラルフォードの野戦してるみたいな感覚になるんですけど、それぐらいいっぱい来るんですけど、やっぱね、喋ってくれないから喋ってくれないからね、敵どこにいるかわかんないってなりますね。これ外かな。あ、外じゃ、あ、こことつながってんだ。ああ、なるほどね。ちょっとだいぶ作り変わりましたね。うん、だいぶ変わったね。人はいないんだ。へえ、この辺いそうだけど、薬がある。ははあ、こういうの空いてんだね。薬だけちょっと、放射能の、汚染度も割とやばいですね。やっぱここにいるとね。
荒れ地だから汚染度高いのかもしれない。うん、で昔ほら雨に濡れたらどうのこうのっていうのがあったんですけど、やっぱ雨に濡れるとダメみたいですね。酸性雨酸性雨で放射能汚染進むっぽいですね。拠点作ってる時に雨降ってきて、うん、メッセージ出てましたね、雨に濡れるなみたいな。酸性雨でどこだどこだ、これね、一応なんかピロピロ言うようになったんですよね。おかしい、上がり方がおかしい。どっから出てきたの？あ、そっちか。一応ね、こっから出てくる。あ、そっから来るんだ。挟まれるやん。あ、違う、挟まれてる。一応結構ピロピロ言うようになりましたね。こいつ強い、マジで。こいつは強くないけど。こいつ強いよ。こいつ強い。うん。で、解体するとコバルトが手に入る。はい。ということで、バコン。あ、このね、そういえば、ショットガンね、フュージョンショットガンだっけ？フュージョンショットガン、品質2になりました。はい。品質2になって、15.5 ってめっちゃ強くなった。うん、ポンプ式ショットガンより強くなったので、こっちに変えました、また。ただね、モッドがね、2個しかつかないんで、その辺だけだね、もうちょっと本当は上がるんだろうけど、ああ、いるいる、外に、外に外にいっぱい集まってくるんだよね、本当にね。だ、落ち着かないんですよ、本当に。落ち着かない。全然落ち着けない。気が休まらない。もう敵いないのかな？まだ屋上かな、あと。ここは？あ、これ上に行けるのか。これ屋上かな？あ、閉まってるわ。ははー。だいぶ作りはちょっと簡素になったのかな。ねえ、ここにはしごあったよね。あったね。これ上がいっぱいいる。いっぱいいるんだよ。あそこにもいるでしょ。ただね、音立てなきゃ近づいて多分来ないと思うんだけどな。ほら、めっちゃいるでしょ。こいつは全員走ってくるからね。そして無限湧きじゃないけど、めちゃくちゃ湧くから倒しても倒してもキリないんだよね。ちょっとなんかサイレントに行きたいね。これでやるか。やれるかな。あ、こいつ強いんだよね。こいつ強いから無理か。こいつ、あ、マジ強え、こいつ。ダメだ。やばい、入れねえ。くそ。ここ。ちょ、もう、やめてくないかな。これ入れそうで入れないのが微妙だよね、なんかね。あ、お前強い。こいつマジ強い。集まってきたか？集まっては来てないか。よしよしよし。あんまりね、賢くないからね。賢くないのがまあ幸いと。あ、ここお宝か。あ、OKOK。ここ拠点にしよう。この上も行ける。この上はしご壊れてるけどね。この上も登りたいね。ちょっとこれ壊すか。これ壊して、肩に線。上まで上がれるようにしたいな。まあ上の方でじっとしてれば多分大丈夫だと思うんだけど、あとは迎撃ポイントをね、迎撃ポイント作って、んで、まあ、来たやつ迎撃できるようにしとけば、全員そこに来るから、誘導しとけばね、敵を誘導しとけば多分大丈夫。よいしょ。あ、こんな感じなんだ。ほう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 。これも線か。これも線なのか。あ、これも線か。まあその辺は壊せるっちゃ壊せるな。はい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 。よし、じゃあ一応ここ仮拠点、ここ仮拠点にするか、とりあえず。で、フェラルフォードに関しては、あそこの前でやろうかなと思ってるんで、よいしょ。まあ、弾をね、ほら、ケミストリーステーションを作ることができたんで、弾はね、量産できるんですよね。一応。で、今、自宅にまだ千何百発かあるんで、まあ、それを取りに行って、あ、ほらほらほら、なんか、このマーク、今雨降ってるから、雨降ってるからなんかね、酸性雨のマークが出てる。
濡れたらやばいらしい。うん、傘とか持ってないからね、この人ね。じゃん。これ出るかな、ここに。あ、これ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 。アシッドレイン。アシッドレイン。アシッドレインがちょっとやばいらしい。どっから来たんだっけ。あ、ここ壊した方がいいか。これ、ロックピックで開けるか。はい、開けました。これ便利ね。開けられるのね。放射能汚染はだいぶ進んじゃったな。うん、まあ、薬はね、定期的に本当に飲み続けなきゃいけないんで、それはね、量産しとかんと、薬は。もう薬飲み続けなきゃいけないのは諦めた方がいいね。もう、そういうもんだと思うしかない。うん、マジで。よっしゃ。じゃあ、とりあえずここに住むことにして、よいしょ。まあ、拠点の整備はフェラルフォード終わってから、まあ、やっていきましょうか。あと、中漁るのとかもね。ちなみに、全部入り口2箇所あったけど、2箇所とも空いてるの、ここ空いてるよね。もう1箇所あったけど、もう1箇所も空いてんのかな？この辺にあったよね。あ、ここか。あれ？違うな。もう一箇所入り口なかったっけ？ここは閉まってるよね。ここは閉まってるね。あれ？もう一箇所なんか入り口あったような気がしたけどな。気のせいでしたか？気のせいだ。ああ、やばいやばいやばい。ちょっと戦うか。ちょっと怖い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 。やめてすな。やめて、暴れないでくれるかな？ちょっと。怖いから。うわぁ、撃たれてる。うわぁ、撃たれてる、撃たれてる。これ、集まってくるからね、人が。死んだか。あ、OK。やばい、アシッドレインにさらされている。ハゲるわ、これ。ハゲる。ハゲちゃう。あ、誰か来た。あ、そっか、上にあっただけで、下は別にドアは1個なのか。そういうことか。じゃじゃん。さっきのやつね、撃ちすぎると大体爆発しちゃうんだけど、本当は解体したいとこなんだよね。あそこにもいるな。でね、目の色がさ、これ、こいつ青じゃんね。なんかね、目の色で強さが変わるみたいよ。あ、こけた。こけやがったな、あいつ。これそんなでかいやつじゃない。死んだの。あ、死んだわ。死んでる。これ解体しよう。コバルトが手に入る。あ、誰か来た。あ、怖い怖い怖い。怖い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 。なんかね、本当に、報道みたいなのが始まる時があって、めちゃくちゃ来る時あんだよね。そうなるとね、もう手がつけられなくなっちゃう。これ、ほら、ハンバーガー屋さん。ハンバーガー屋さんじゃねえか。行きましたよね、これ、バニラでね。ここでもいいんだけどな、住むの。でもちょっと遠いよね。なんちゅうの？トレーダーにね。あ、キャッチョク一人。お前らだからさ、静かに、もうちょっとなんか、喋りながら来てほしいんだけどな。ギャーとかワーとか。こいつ、強えんだよな、マジで。プレデターめっちゃ強えんだよな。こいつは弱い。もう一人いる。こいつも弱い。こっちみんな。こっちみんなよ。こういうのとかをね、撃っていく。よっしゃ。ハッチがね、開かなくなりました。あとね、ドローン。これドローンも撃ってくる。普通に。ドローンも普通に撃ってくる。危険。これハッチ開かなくなったんだよね。アップデートでね。うん。で、なんと、これ壊すとね、スチールとか手に入る。あ、そうだね。スチール手に入るんだよね、これ。さすが、大型ロボット。だ今回のフェラルフォードで、この大型のやつも来るのかどうかっていうのがね、まあ結構ポイントなんですよね。こいつね、あ、向こう、ん？あー、また湧いてる。終わった。終わったらとりあえず走ってこなくなるから。こいつは走るのかな？終わっても。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、走ってる走ってる。こいつ絶対走るんだよね。こいつ毎回走ってる。昼間でも。必ず。あ、
こいつも走ってんな。あ、こいつ強いんだよ。こいつが一番強いんじゃないかな。硬いんじゃないかな。こいつ、この緑のやつ。うん。まあもちろんでかいのがね、強い。あ、違うな。銃持ってるやつもいるんだけど、銃持ってるやつの方が強いかな。硬いかもしんない。なんかね、銃持ってるやつが、たまに走ってくるんですけど、そいつめっちゃ強いね、なんか。銃持ってるくせに銃撃ってこないんだけど。お前のその手のものは、あ、いた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 。え、どこどこ、あ、ドローンか。ドローンに撃たれてた。ドローン普通に撃ってくる。森バイオームだと、こっちから攻撃しない限り撃ってこなかったんだけど、荒れ地のね、ドローンは容赦なく撃ってきますね。容赦ない、本当に。容赦ないよ、マジで。ガンガン撃ってくる。だこれぐらいだと楽しいんだけど、外にいてもね、常に野戦してるみたいな感じになるから、めっちゃ楽しいんだけど、でもね、弾が続かんね。本当に。弾が続かないのと、あとやっぱ武器が、銃とかすぐ壊れちゃうから、こいつ硬えな。こいつが強いような気がする。5000だもんな、HP。こいつでも撃ってこないんだよね。あ、倒した。撃ってこないんだよな、こいつ。その銃は飾りかって感じだけどね。そいつは脅しの道具なのかっていう話だけどね。単なる脅しの道具ですかっていう話になっちゃうんだけど。はい、ということで、拠点の続きを作るかな。拠点紹介しますか。まだ完成はしてないんだけど、まあ、ざっくりと簡単に作ったんだよね。せっかくなんで、ちょっとご紹介しましょうか。どんな感じなのか。一応ね、ここトレーダージェンね。これトレーダージェン。トレーダージェンの向こう側に作ったんですけど、ほら、ちょっと見えるでしょ。まあ本番までにね、ちょっとまだ変えるかもしれないんですけど、とりあえずざっくりと概要こんな感じみたいな。これね、これです。はい。四角い、いつもの豆腐ハウス。で、ちょっとまだ、どうしよう、ここに住んでもいいかなって一瞬思ったんだけどね、今のところ住むのは向こうに住もうかなと思ってます。はい。で、掘りをね、一生懸命掘りました。っていうか、まあ簡単に掘れるんで、あれなんですけど一周掘り掘って、まあこっからしか上がれないようにして、これ多分ね、こうやってプレートで柵してあるんで、落ちるやつは多分いないと思う。柵に沿ってずっとみんな走ってくると思うんだけど、こうやってね、こういう風にね、で万が一落ちちゃったやつはこっから上がってきてもらって、で中身はね、こっから入り口です。中で迎撃する感じね。外じゃなくてね、中に誘い込む感じです。でこう入っていくと、ドンって、ここにね、ここに格子がついてるんだけど、これなんでかっていうと、これしゃがんでもらって、そう、敵にね、しゃがんでもらって来てもらおうかなと思って、こう四つん這い状態で。で、なんでかっていうと、これ上からね、撃てるように、迎撃できるようにしてあるんだけど、上から撃つ場合はやっぱりさ、四つん這いになってもらった方が的がでかいから、だからその方がやりやすいかなと思って、普通に走ってくるよりも、四つん這いになってもらうような感じにしてます。はい。で、ここ抜けてもらって、ここだけなんだけどね。四つん這いエリアここだけなんだけど。で、ここ抜けると、ダーツトラップがね、実はクラフトできるようになってたので、ダーツトラップとトリガープレートが置いてあります。で、これ踏むと、発射されるような仕組みになってます。両サイドからバシバシ打ってもらって、バシ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 って、まあ、ここでちょっと体力削ってもらうと。まあ、死ぬ人はここで死ぬかもしれない。で、こっちはね、ダクトが置いてあって、で、上抜けてんだけど、まあ私上にいるんですけどね。これ上から迎撃するポイントですね、ここもね。ここで一旦詰まってもらって、こうね、飛ばなきゃいけないから、ここ。一旦詰まってもらって、詰まってる間に上から迎撃しようかなと。で、ここ抜けた人たちはですね、こちらに SMG タレットが、SMG タレットも作れるようになったので、置いてあるんですけども、で、ここの階段を上がってもらって、で、ここね、こういう感じ。一応電流ポストが2本置いてあります。ここもね。で、こう、行ってもらって、こう、まあ、ここ通れないんだけど、本当は。こう、ハッチ、こうやっとけば、まあ、通れなくなるんだけど、こう基本は、まあ、最終エリア、ここで迎撃するみたいな、そんな感じです。はい。で、バッテリーバンク、ジェネレーターバンク、うるさいんで、バッテリーバンクにしてあります。はい。バッテリーそんな入れなくてもね、これで多分下にあるのが、
こっちがね、ダーツトラップつながってるんですけど、ダーツトラップ1個10ワットで10個ついてるから100ワットでしょ。で、トリガープレートが1ワットで5個ついてるんで105ワットになると思うんですけど、今これ動かしてもね、動作してないからあれなんですけど、まあ、145ワット容量あれば、まあ余裕でしょう。で、こっちはこっちで、こっちもまあ、2個しか、65ワットしか使ってないから、こっちもまあ、なんだ、電流ポストと、SMG タレットが3機だけなんで、まあ全然余裕でしょうと。うん。そう、あの、ジェネレーターバンクちょっとね、どこどこうるさいからね、ブル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 ね。なので、バッテリーバンクにしてあります。バッテリーも結局、車解体してたらいくらでも手に入るんで、はい。で、さっきのね、しゃがみエリアね、ここで一応撃てるようになってます。はい。飛び降りなくても上からでも撃てるんですけど、こんな感じで、こんな感じになっております。はい。これね、一応俺上がれるようにはなってる。こうやって。はい。こういうことで。こっから撃ってもいいんだけどね。うん。で、あの、フレアガンとか前回あんまり使わなかったけど、今回もまたフレアガンの弾ちょっと余ってるんで、余ってるっていうか作ってるんで、うん。今やっていこうかなと。で、トリガープレートのところも一応これ上から見えるようになってて、さっきのね、ジャンプエリアね、ジャンプエリアここから、ここからモロトフ投げたりとか、うん、いろいろできるようになってます。はい。で、この後、ここね、ここね。うん。これ、ね、これ一応俺落ちなくなってんだけど、これ。これ一応出れないんだよね。出れない。で、ここが開いてなかったら、ここに乗っても、あ、落ちちゃった。ここに乗っても入ってこれないような感じになってます。で、落ちた時はここから上がると。はい。じゃじゃん。で、一応鳥対策で屋根も、うん、軽くつけてあります。はい。屋根には一応上がれないように今なってるんだけど、うん。もう一段上にフロアをつけてそこに住んでもいいかなという気はしますね。うん。こうやってね、迎撃、あの、迎撃ポイントをちゃんと作っておけば、その拠点に来た敵全部ここに来るから、とりあえず上で作業ね、上にフロア作って上で作業してても全員ここに来るから、うん、まあ大丈夫、大丈夫っていうか、うん、いいと思う。別にここに住むのはありかもしれない、ただこの、うん、まあまあただわかんないね。でかい敵とかがこね、このモッドはさ、巨大ロボが出てくるから、巨大っていうほど巨大でもないけど、うん、そういうやつらの動きがちょっと怖かったんで、住むのは向こうに住もうかなと。うん、なんかね、撃ってくるからね、遠くからさ、こういうとこにね、多分でかいロボットこんなとこ来れないからさ、こういうとこに来ずに、なんか遠距離から砲撃して来られたら拠点壊れるなと思ったので、まあまあ、とりあえずね、あの、さっき制圧した、住むのは向こうに住もうと思っております。はい。ということで、まあ一応そんな感じにしとこうかな。うん。次回ちょっとフェラルフォードをね、またやりたいと思います。あ、あとね、今日の、夜の11時から、コラボ配信をするので、よかったら見てください。はい。たくさんと一緒に、たくさんと二人で、オンリーアップの、あの、建物を二人で挑戦するみたいな、コラボ企画をやります。ライブ配信ね。私もライブ配信をします。で、一応、視聴者参加型みたいになってるんで、やってみたい人ね、参加できるので、まあ、あの、やってみたいなと思う人は、ぜひ、どしどし参加してください。はい。別に喋らなくてもいいからね。喋る必要ないから。配信に乗っちゃうけど、うん。名前と自分のプレイは配信に乗るけど、別に喋ったりはしなくてもいいんで、うん、まあ、気軽に参加していただければと思います。またその辺のね、告知動画は、ツイッターとか見てもらえば、出てるかもしれない。かもしれない。わからん。わからんけど。で、多分ね、10時50分ぐらいに私配信を始めるので、とりあえずね。はい。まあ、よかったら来てください。まあ、全然見てもらうだけで、うん、参加しなくてもね、参加型とはいえ、絶対参加しなきゃいけないわけでもないので、見てもらうだけでも全然楽しいので、嬉しいのでね、こっちはね。よかったらよろしくお願いします。はい。ということで、じゃあ今回この辺にしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。はい。狼さんでございました。またね。